サルさん総合制作学部行ってみたいと思います。本日の帳簿の全体像ですが、皆さん段落は12個で、設問形式は皆さんご存知の通りクラホ10と読解問題ですね。でもちろん、まあ、全部やってしまうとですね、さすがに視聴時間がかなり長くなってしまって皆さん見ていただけないという可能性がございますので、おそらく苦手とされているのは空欄補充じゃないかなという感じがいたします。ですからそこを得意にしてしまえば合格にかなり近づくんじゃないかなという感じがいたしますので、空欄補充10もこれはもう全部いってみたいと思います。で、ポイントは皆さん2つですよね。当然知識を使って解く問題もございますし、内容を把握しながら解く問題もございますと。で、あの方は皆さん文法の知識とか熟語の知識では、これは話が早いんですが、内容把握問題ですよね。ちょっと難しいのね。で、どうしますかと言われた時に、やっぱり皆さんこれ言い換え可能なものを探すということでよろしいかと思いますが、皆さんやり方これですよね。もちろん空所のところを見てもですね、なかなか答えは出ませんが、空所の左側とか右側を眺めていただいて、まあ、仮に空所の右側に用税見と書いてあったとします。で、皆さん選択肢を見ていただいたときに、皆さん例えば2番に代々木ゼミナールと書いてあったら、選択肢2番が正解ということでよろしいかと思います。で、じゃあ皆さんなんで2番を選んだんですかっていうと、もちろんこれですよね。ヨゼミとヨヨギゼミナールが、ああ、言い換え可能だな、というふうに我々が判断しただけですよね。ですから、それを皆さん意識していただけると、なんとか正解近づくかと思いますので、頑張っていきましょうね。すみません、第一段落でございます。一読をしていただいて、まずは46番、お願いします。で、皆さん空所の左側から行ってみたいと思いますが、皆さんこの点点点のところですね。で、皆さんこれは私の職場を緑化する30の提案、その具体的なものが例えばユーズ点点点、リデコレイト、ストップ点点点ですね。で、皆さん家に帰った後もチェンジ点点点、バイ点点点、パーチェスプット点点点ですよね。じゃあこういうものを選択肢 1,2,3 どれで言い表すことができるかと言われたら、もちろん正解は2番のオプションですよね。選択肢ということでよろしいかと思います。でもちろんこの下線部引っ張ったところは別にオピニオン意見ではありませんし、オポジション反対でもないですよね。ですから一つ一つの選択肢を具体的に述べてるだけですよね。で、皆さん続いて47番お願いします。で、皆さんもちろんこれはもうこれですよね。波線引っ張ったところでいいかと思いますが、気候変動と戦うための手段ですよね。で、まず削れるのは2番ですよね。アドバイス、忠告をするということですが、これは私はこの辺りですよね。いろんな提案を受けてる側なんですから、アドバイスはどっちかっていうと受ける側ですよね。ですが2番だったらアドバイスする方になってしまいますので、×ということでよろしいかと思います。で、皆さん3番であれば、子供を持つことを考慮することで気候変動と戦えますかね。もちろん人がいなかった時、少なかった時は気候変動はそんなには起こらなかったはずです。人が増えて産業が発達することによって地球に支障が出て気候変動が起こってきたんですよね。ですから人がいると戦うことはできないですよね。ですから3番×ということで答えは1番ですよね。で、皆さんスウェアオフのオフは離れるですよね。右側から左側に向かって離れる。ですから子供を持つことから離れると子供を産まない、子供を持たないわけですから、人が増えるのは避けられますよね。となると気候変動も起こりにくくなるわけですから、1番正解です。さあ皆さん続いての文章でございます。で、皆さんまずはホワイルがございますので、皆さん一方でというところで反対ですよね。ですからこの緑のところとこのオレンジのところが対比という関係でつながっておりますね。で、皆さん前半は個人が自分たちの生活を緑化する話でございます。
で、右側はコーポレーションですから法人の話ですよね。あとは皆さん、these efforts、これらの活動、取り組み、それがどうなのかということですね。で、まず一番 impertinent ですが、それはなかなか試験中はわからないかと思いますので、もし難しそうであれば保留ということでよろしいかと思います。もしくは、生意気という意味を知ってたら、もちろん知ってたとしても生意気の言い換えがなさそうですよね。で、次に分かりやすいのは多分3番アクセスということは近づくんですよね。で、当然近づくわけですから場所が必要ですよね。じゃあ何か場所を表す表現があるかというとなさそうですよね。ということで皆さん2番イレレバントが正解になってくる可能性が高いですよね。企業はこうした取り組み、緑化に関係がないと。で、もしそれが正解であれば、この緑のところですよね。我々の個人的な生活が緑化するんですから、緑化と我々の生活には関係性がある。結びつきがあるということですね。で、一方会社はその結びつき関係性がないですよということですので、うまいことつながってきそうですね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて49番お願いします。で、皆さん1番入れたらノーアクシデントですから偶然ではないと。で、インシデントは事件がない。3番は意図がない。で、どれですかと言われたら、実はこの波線引っ張ったところですね、40年にわたっての話が書かれております。ということはそういうふうに継続できているということはあれが正解ですね。ですから正解は1番ですよね。偶然じゃないからこそ長年継続しているということでバッチリです。さあ皆さん次の段落でございます。空欄50番お願いします。で、皆さん目的語はですね、バリアになってますよね。これと合わないものがありそうですね。まず一番皆さんダメそうですよね。ディストラスト、信用しないということでございますので、信用しないということは人を信用しないという話でございますので、目的語バリアではダメそうですね。で、皆さん2番はこのディセンファンチャイズが分かんなくてもですね、フランチャイズだったら推測できそうですね。もちろん有名なのはコンビニエンスストアでよろしいかと思いますが、本社から物を販売する権利をもらうこと、その権利がフランチャイズでございますが、バリアに権利はなさそうですよね。となってくると皆さん3番が正解になってくる可能性が高いですが、Dismantle any barriers とこのネオリベラリズム、これが言い換え可能になってませんかね。もちろんリベラリズムは自由主義ですよね。で、自由ってどういう状況なのかということですが、バリアを皆さんディスマントルですね、真ん中にマントが隠れてるんですよね。あのマントです。で、マントというのは物を隠すもの、覆うものですよね。だから引いては守るものでございます。守ってるんですよね。それがディスで反対の状況になりますので、守らない、分解する、破壊するんですね。ですからバリアを破壊することこそが自由主義でございますので、3番正解です。で、皆さん続いてこの51番お願いします。これは文法の知識でいけそうですね。空詞を挟んで左側名詞、右側も名詞ですよね。ですから名詞、前置詞、名詞ときたらあれですよね。ですから正解は3番でよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございますが、空欄52番お願いします。皆さんありがたいことにですね、皆さんコレクティブの話がこういう感じでヒントくれそうですよね。
ですからウェルフェア、幸せの言い換えが入ってきそうですね。もしくはパブリックレスポンス、皆さんの反応、これの言い換えいけそうですね。もちろん正解は1番チェックでよろしいかと思います。ですから企業を全員でチェックすれば幸せになりますし、反応ができるのもチェックしているからですよね。でもちろん2番ブレイクだったら壊すんですが、壊してしまったら反応しようがないですよね。もちろん3番の走るのも全くつながりがないですね。ですから1番でよろしいかと思います。テミさん、続いて空欄53番お願いします。じゃあこれは文法でいけそうですね。後ろにざっともあり助動詞もあるわけですから、もちろん正解は1番ですよね。そうざっと、うんたらかんたらするためにということでよろしいかと思います。テミさん、このあたりは一読だけで大丈夫です。すみません、この流れで空欄54番お願いします。テミさん、目的語はギルと罪の意識ですが、1番エクスパイア、皆さん意味大丈夫ですね。もちろん有効期限が切れるという話でございますので、罪とは関係がないですね。そして皆さん、2番は分からなくても3番はいけますよね。根絶すると、全滅させる話ですよね。ですから目的語は人であればいけるかなと思うんですが、今回罪でございますのでちょっとまずいですよね。ですからどうやら2番が正解ですよね。で、試験中分かんなかったらもうこのままほったらかすしかないんですが、エクスピエイト、償うという意味が分かってたら言い換えは見つかるんじゃないですかね。罪を償う、例えばこの辺りどうでしょうか。自由主義への欺瞞ですよね。自由主義は欺いてるわけですよね。つまりよろしくないことをしちゃってると。ですがエココンスーマリズムで罪を償えるかもしれませんね。ということで皆さん、話の流れもバッチリでございますので、やっぱり2番が正解です。すみません、最後でございます。今度は空欄55番お願いします。です、これは熟語の知識でいけそうですね。オンザウニャウニャオブと言われたら正解は1番ですね。オンザヒールズオブ、ウニャウニャの後に引き続いてというところでよろしかったかと思います。さあさあ、お疲れ様でございました。空小習問題10問すべていきましたが、一番最後のですね、熟語の問題どうしましょうというコメントがなんか入りそうな感じがしますので、ちょっと皆さん喋ってみたいと思います。で、皆さん空小習問題10問で、まあ、知識で解く問題ですね。最後皆さん、オンザヒールズオブ出ましたが、皆さんこの辺の熟語をですね、知らないんですけど、どうしたらいいですか、という声が上がりそうです。で、皆さん持ってる熟語集にじゃあこれ載ってますかって言うと、多分あんまり載ってないと思うんですよね。で、じゃあでもそれなら、そんなが出ますけどどうしたらいいですかってなるので、ですから、テミさんこれでございます。総計上智の過去問ですね。テミさん、総合政策学部以外に、まあ皆さんのことですから、環境情報学部なんかもやってるかと思いますが、まあ慶応全般のですね、過去問は皆さん頑張るんじゃないかって感じがいたします。ただやっぱり早稲田とか上智は取り組んでいただきたいですね。本音でございます。で、解いて終わりではなくて、やっぱりこれですよね。これですよね。皆さん、音読をしっかりしているとですね、こういう熟語に出くわす可能性が高いですし、音読をするから記憶に残るんじゃないかなって感じがします。ですから、試験中、あれな、この意味なんだったっけみたいな感じになる可能性もあるかもしれませんが、でも、なんか口が覚えてる、目で覚えてるという状況であれば、正解にたどり着くことは難しくないかと思います。でも、それができるのは皆さん、音読をしてるからですよね。ですから、そのあたり皆さん、普段ですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。